皆さんこんにちは、ケンです。アミです。今日はなんでなんてしておかしい。いや、なんか今流行り流行ってるのこれ。流行ってないけど今日はトレックの組み付け第5弾、5弾、その後まあ今こんなその後の5まずホイール、こいつに使うホイール何にするかなんだけど、これにしました。このキシリウムプロチューブレスモデルを使うことにしました。で、まあ、ちょっと訳あって今こっちのホイールにスプロケがついてるんですけど、それをキシリウムのこっちのリアの方キシリウムに付け替えます。じゃあこっちのホイールについている 11-25T の105のカセットスプロケットをこっちの今回使うキシリウムプロの方に付け替えたいと思います。このスプロケットを外すんですけど、この工具、専用工具を使って取り外したいと思います。で、今からやり方を教えるから、実際にマミーにやってもらいましょう。プロケぐらいは交換できるといいよ。ぐらいはまずこれね、クイックリリースってだっけを外します。よいしょ。で、外し方なんだけど、ここにまずこの工具ね、この工具をここの穴に差し込むと、よいしょ、かけて、こっちに力を入れる、で、これで外れた、実際やってみましょう。で、これをこのままこう抜く、全部割る。終わり。で、なんか緊張してるみたいな。こっちにつけます。で、これは溝があるから、幅が一番ちっちゃいやつが、ここだけ。ここに、これはね、ここの形。それはあのな、溝の大きさとかになるから、ここでも考える。はい、確認。この溝が均等だったら合ってるはず。わかる？スペーサーを何枚か入れ忘れたりすると、ここの溝がガタガタになるから、それで間違いがわかる。そういう確認もあると思います。で、締めるときはこの専門工具をはめて、こっち側にこう
回すだけ、はい、簡単、ためるときは簡単。もうすでに硬い、で、おしまい。で、やけど、ここら辺の一応最後の部分が、もし、はい、はい、スプロケ取り付けました。できそう、確かに。ここら辺行ったら、だからほら、山、これ今最大、なんていうの、動画が25だから、山とか全然、山とかで全然足りないってギアなんだけど、まあ、そこを変えたいときは今みたいな手順でやれば簡単に、まあ、例えば11、28とか変えたいときはすればいい。ただリアディレイラーの調整とかまた必要になってくるから、この波数が違うと変速が、チェーンとかも変わってくる。チェーンの長さも変わる。確か28以上以下で、チェーンの長さっていうのが変わってくるから、この今回25だから、これ今からつけるんですけど、僕が調べた限りではもうそこも変わってくる、チェーンの長さが、じゃあ今からリアディレイラーの、ワイヤー取り付ける前の調整をしたいと思います。まずトップ側を合わせますが、まあもう見えないと思うんですけど、完全にずれてるんでやります。これは見えない。今このトップとここのプーリが一直線になるようにここのボルトで調整しました。でこれでトップの調整は完了。ここのプーリとここのトップのギアねがまっすぐで、次にワイヤーした時に、ワイヤーで変速した時にローと一直線になるようにここのボルトを回して調整。もうちょい。ああ、もうちょいや、もうちょい。それが一番、うん、左に行った時に、左っていうか行き過ぎるとホイール側にチェーン落ちちゃうから微妙な調整、難しい。確認な、今トップギアとここのプーリが一直線のはず、わかる？見えます。あ、見える。どこ、こ、うん、で次こことここ引いた時に一直線になってるはず。今調整したからいくよ、うん、でこうやって押すとどう？マックスまで押した、うん、一直線になってる、うん、はい、うん、OK。 ここちょっとまだ隙間があるからもうちょっと縮めようかな。ここかな。
2ミリ2ミリぐらいでした。なんでこのまま使います。続いてスティガイレバーの取り付けをしたいと思います。しようかな、まあ、これ好みだけど、うん、まあ、ここの位置は後でバーテープ貼る前なら多分なんか調整できるから、うん、とりあえず代わりでここにしておきましょう。ここは6から8ニュートンで締めます。これ100均かな、これ100均で買ったヤスリだと思います多分。違うかな、金属よ。うん、金属、火花出るかも。赤いアウターキャップを取り付けます。これリアブレーキのケーブル、アウターケーブルです。もともと STI レバーについてた、ブレーキインナーケーブルとアウターケーブルなんですけど、短い方がおそらくフロントブレーキ、長い方がリアブレーキのものだと思います。でアウターケーブルは、赤いものを今回使うので、インナーだけ取り出して、まずリアから、長い方のリアから取り付けたいと思います。全部出てきたよ。うん、つけをつけ、出てきた。来た、うん、来たよ。はい、動くまで、ふふふ、ここまでちゃんとはめなあかんすね。はい、うん、はい、
軽く締めた。動くか見てみるよ。うん、おお動きます。これは分かりやすく、あえてここケーブル通す溝あるんで、うん、ケーブル通す溝を出してこうやって上から見ると分かりやすい。ここはい、軽く動くかやってみましょう。まあ、動いてるね。うん、アウターケーブルが被ってる部分に、グリスを塗りたいんですけど、そのために一回通してみて、ここにちょっと一応印つけて、ここより手前をグリスで塗ります。もう一回通します。はい、ここは、アルテグラの6800系だと68ニュートンで締めます。一応7に設定してます。えいかな、ここら辺にしようかな、とりあえず。エンドキャップだっけ、うん、おい、はい、ブレーキかけて、離して、かけて、離して、かけて。離して、かけて、離して、OK。はい。トルクレンチで締めます。
フロントディレイラー側の、インナーワイヤー